はい、どうも、沢田信也です。はい、バリコです。先日、2012年11月3日土曜日に、トークライブルーズを行いました。個人的に仲良くさせていただいている、笹山さんと新崎くんの番組、リビングオンザトーキン、新崎ストリーム、そしてこの、狭くて浅い奴らの3番組で行った合同イベントです。今回のこの配信から3連続でイベントの模様を配信します。まず最初に、狭くて浅い奴らの公開収録の模様、新世紀エヴァンゲリオンについて。その次に、トークライブルーズのイベント名にかこつけたリスナー参加コーナー、だらしない王決定戦の模様。最後に、イベントのテーマソングであるルーズのご紹介です。リビングオンザトーキン、新ザキンストリームの公開収録の模様は各番組の方をお聞きくださいね。はい、てなわけで早速内容を聞いてほしいんですけれども、はいはい、まあ、収録したやつ編集するために聞き直してみたらですね、はい。リコさんはまあイベントを見てくださってたからわかると思うんですが、はい、はい。完全に対面でその会場にいるお客さんに向けての、催しというか、そうですね。はい。小道具とか使ってたんで、まあ、聞いてるだけでは何のこっちゃわからないと思うんですけれども、イベントに参加しながらこれ配信の時どうするんやろうと思ってました。一応まあその時使ったあれやこれやは、はい、配信サイトの方に、ケロログの配信サイトの方に掲載しておきますんで、はい、はい。まあ、それだけ見てもまあ何も面白くないと思うんですけれども、うん、まあちょっと、まあお姫なら見ていただければなと思います。はい。てなわけで早速聞いてください。こんにちは。まあ、イベント始まって何分ぐらい経ちましたかね。1時間半。本当、長い間お疲れ様でした。はい、ここからはですね、私の番組、こう狭くて浅いザルの公開収録をしようと思います。よろしくお願いします。正直、さっきのノリの流れから切り替えるの結構大変ですよ。ヒューヒュー、お前ら、自由でいいな。ほんまに。まあ、LOT は何一つ変わらなかったですね。なんなんすか、もう。金ストのままでした、ね。頑張ってください。結構大変ですよ。振り回されてる方やからね。さっきのやつもなんか単なる俺に対しての無茶ぶりでしかなかったしね。いやー、もう、こっから兄貴見せてくれますよ。最悪や。最悪やな、こっから兄貴。こっから兄貴ってくれますよ。まあね、まず最初にすいません、今日来てる方で、僕の番組聞いてくださってる方って何人ぐらいいますかね。ああ、結構いますんで、ありがとうございます。ならもうね、僕たちって、あなたたち関係ないですけど、はい、僕の番組はどんな番組かっていうのは、まあ、分かっていただけているかなと思うんですけど、失礼。まあ、基本的には、単なる一般の、普通の、まあ、漫画とか、アニメとか、ゲームとか、そういうオタクなことを好きなおっさんがですね、単にその時思ったことを素直に話そうっていう番組ですんで、まあ、優しい目線で見ていただけたらなと思ってます。で、前回のイベントではですね、みんなが知ってる作品取り上げるってことで、ワンピース取り上げましたけど、まあ今回とりあえず、告知番組も言いましたように、エヴァンゲリオンを取り上げようと思います。まあ、図らずとも、今月の17日には、エヴァンゲリオン新劇場版、キューキュー言うと思った。キューみたいなね。それいらん。が始まるってことでね、タイミング的にもちょうどいいかなと思うんですけど、まず有罪になるけどね。そんなんいらんって言うと有罪になりますからね。あ、ごめん。思わずちょっと、悪崎がね。まあそんな感じでね、まずはですね、まあ主にテレビ版の話をしようかなと思ってるんですけど、まずテレビ版のエヴァンゲリオン見た人って何人ぐらいいますか？結構見てるんですね。知らない、全く知らないっていう人。全く知らない人はいない。ちょっと耳にしたことあるけど、なんとなくしか知らないっていう人は。まあ、そうですね。女の方とかは。え、さすがに。この中にもいましたよ。マジっすか。先輩、この中にもいましたよ。ストーリーとか知らないですか。あんま知らない。あ、そうなんですね。まあでもね、これね、厳密に言うと、本当の意味でエヴァンゲリオンがどんなアニメかって言える人っていますか、この中に。俺に任せとけ、エヴァンなら俺語れるわっていう人。いないですよね。戦う感じでしょ。そうですよ。でもね、僕もそんな感じですよ。っていうかね、ほぼ、エヴァンゲリオンを見た人の中で、一般の人たちはみんなそうやと思うんですよ。要はそのぼんやりとしか、エヴァンゲリオン知らないと思うんですよね。なので、まず、まあ、簡単なあらすじの、
おさらいから始めていこうかなと思います。これはちょっと、笹山さんが、まさにこう、知らない人代表みたいな感じでいますから。そうですね。このあらすじの、おさらいをするとですね、笹山さんもエヴァンゲリオンのことがわかるんじゃないかなと思って。じゃあ、とりあえず簡単に5分ぐらいで、エヴァンゲリオンのあらすじを。5分でわかるんですか？おさらいしましょうか。あんな長いやつが、5分で。はい。これ、見たことある。少年よ、大人になる。じゃあ、大人になる。それは大人に。そうですね。って、まあ、あんまり歌うとダメなんですね。そう、あんまり歌うとダメですけどね。まずですね。はいはい。物語の設定。時は、1990。これ何、そうで、これ何なんですか？セカンドインパクトっていうのがね。はいはいはい。15年前に起こったらしいんですよ。わびさびの世界な感じですか？もうね。日本庭園できない。もう地球がなんか、あ、地球、ね、もう地球がぐるぐるぐるーってなって、バチバチってなって、バーンってなったんですね。15年前に。で、それを、で、わびさびの世界になったんですか。まあ、それを、わびさびの世界を一言で言うと、セカンドインパクトっていうことが、15年前にまず起こりましたと。はいはいはい。で、その15年前に起こって、大変。僕の横でも、はいはいはいって言ってるんですけど、はい、知ってるんですよね。まあそうですね。そう、小さい君からすると、思い出した。そう。なるほど、なるほど。自分の記憶の中のおさらい、ね、思い出していってくれて、ね。思い出した、思い出した。で、15年前にそういうことがあったんですよ。うん、うん。あったんですね。大変やってなったんで。大変や。で、それから15年後ですね、こう、使徒って呼ばれる。これ知ってますよ。あ、これ知ってる。この顔有名ですよね、こいつね、うん。知ってます。すいません、これ公開収録で、イベント用にやってるんで、これ、ポッドキャストで聞いてる方は何のこっちゃ分かんないと思うんですけど、まあ、そこはご了承くださいということで。サキエルでしょ、これ。お知ってるじゃないですか。サキエル。そうですよ。サキエルですよ。謎の人っていうのがね、現れたわけですよ。ほんでね、まあ、いろんな軍隊がいろいろ攻撃するんですけど、全く効かないと。おぉ。もう全く謎のモンスターなわけですね、この人っていうやつは。天気は晴れなんですね。まあ、晴れてましたね。あれだって、あの日は晴れてました。位置は困難でしたよね。ね。別に僕間違ったこと書いてないですよ、これ。山ぐらいの大きさの戦車なんですか？そこはちょっと遠近法。あ、遠近法ですね。戦車は普通の戦車なんですか、これ。戦車ですね。なるほど、なるほど。国連軍の戦車です。そう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 。で、国連軍が最初バーンって戦うんですけど、全然もう、うん、もうミサイルとかが効かないですよ。はいはいはい、ぶつかる前に崩れちゃう。効かぬわ、ね、そんなん言ってないですね。そんな感じの中で、まあ唯一こう、対抗し得るのがですね。まあ唯一対抗し得るのが、これおかしくないですか、まあ、汎用人型兵器エヴァンゲリオンと、それに乗る3人のチルドレンたちです。はいはい、一人多分おっさんが混じってると思うんですけど。まずファーストチルドレンが綾波レイです。はいはいはい、はい。で、セカンドチルドレンが、まあ、ソーリー・アスカ・ラングレイ。ファーストとかセカンドとか一人ずつなのになんでチルドレンなんですか？ん？いや、いいです。多分ミスター・チルドレン的な感じ。なえそうなの？なるほどね。そういうことね。で、サードチルドレンが、イカリ・シンジキン。シンジキンっておかしい。シンジキンっておかしい。あ、そういうことね。それと間違いなくいじめられてるよ、それは。新時期とか言われてる。ここにワーカーさんでいいんですか？ああ、そうですね。こう、付け足しといてください。付け足しといてください。まあ、ミサトさんもね、新時期って。新時期。だからいじめられてるって、それ。あなたはよくやったわ。まあ、そんな感じで、この3人の主人公の少年少女がですね、エヴァンゲリオンになって戦うっていう話なんですよ。はいはい。パイロット的な感じ。パイロットですね。パイロットです。そうそうそう。エヴァンゲリオンに乗るパイロットです。はい、ほんで、まあ、なんやかんやあって、何回やって、だいぶ、だいぶいろんなことがあって、ね、ちょっと全然わからないですで、なんかちょっと全然わからない。棒が折れてますよね。だいぶいろんなことがあって、最終的には、こう、シンジキンはですね、はいはい、最後の使徒である、なぎさかおるくんっていう、人を殺しちゃうんですね。うんうん、そうですね。ブシャッつって、ね。そう。うん。握り潰す感じね。ほんで、シンジ君、シンジ君はですね。シンジ君って言ったらいいじゃないですか、ちゃんと。シンジ君はもう、うわーってなるんですよ。カオル君の仲良かったんですよ、シンジ君は、ね。そうですね。で、でもそんなシンジ君をですね、なんか自分で殺してもらったから、あーってなるんですよ。で、こっち心がめちゃくちゃになってしまって、そう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 、めっちゃ悩んで、ダーってなった、この次の回の最終回が、なんか、おめでとう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 僕はここにいていいんだ僕はいいんだ、ね、ガンダムですか、父にありがとう母にさようならそして全ての子供たちにおめでとうおめでとうって言って終わります
なんか、見たことはある気がすんねんけど。みんなおめでとう。そこは。ね。で、これがまあ、テレビ版のあらすじのおさらいですけど、うん、どうすか？いや、ちょっと最初のわびさびしかわからない。あとはちょっと途中でなんか、どうわからんのいっぱい出てくる。もう間違ってないですよね、僕ね、言ってること。ほら、みんなわかってますよ。おめでとう。で、これを見た感想で、どうすかってなった時に、わかんないじゃないですか。わからない、ね。正直僕たちもテレビ見た時はそう思ったんですよ。何やこれはって。何やこれ思いました。全然わからんと。ね、思いましたでしょ？思いましたよ。わーわーわーみたいな。どうやっとんねんみたいな。ん？まあ正直世間もそんな感じでしたよ、当時。はいはいはい。なんかよくわからへんと、うん。こんな俺が足りへんやんけって話になって、まあ、なんつうか、憤慨する人もいれば。そうですね。わざとこれをこう、自分なりに解釈をして、いや、これはこういうメッセージが多分含まれてるんだとか、いろんなご議論があったのもあって、ちょっとビュームになったってことですね。そうですね。うんうん。でも基本はもう笹山さんの対応が一番一般人としては普通なんですよ。そうですね。いやっていうか僕だから中がわからないです。だから中説明したじゃないですか。中はだからそのなんやかんやのところが一番だからね。いやここがマジで何一つわからないんですか。ここはなんやかんやですよ。わかりますよね。ヤシマ作戦ですよ。そう使徒がね、あれ使徒なんですよ。説明したって。あのこれ？あのこのひし形のやつが使徒で、で、あの。これ？そう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 。そいつはすげえ硬いんですよね。そうそうそう全部跳ね返すんですよ。そうそうそうだから、その、ヤシマ作戦つって、その、都市中の電力を使って、そう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 で、もう一斉に停電になるんですけど、それで集めたエネルギーでビームを打って倒したっていうヤシマ作戦っていうね。そう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 あって。まあ、その下が、あの、あれですね、あの、棒が折れたっていう。そうで、これは僕もわかんないんです、これ。いや、あれですよ、当時が乗ってる。ああ。エントリープラグを。はい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 。折っちゃった。ああ、折れたやつね。で、シンジ君が乗ってるね、エヴァンゲリオンが、はい、まあ、いわば自動モードになってしまうエピソードだったんですよ。うんうん、でそれで友達が乗ってる、うん、なんか新たなエヴァンゲリオンをメタメタにやっちゃうみたいな感じ。うん、へえ。そうそうそう。まあ、そのエヴァンゲリオンは、人に乗っ取られてたんですけどね、シンジ君が乗ってたやつが。もう家だよって言ってたのね。やめろよって言うんやけど、その友達の乗ったもうエヴァンゲリオンボコボコにやってまうんですよ。なんやったらこう、腕とかもげるぐらいやってしまうんですよね。止まれよって言ってたのね。そう。で、それで最終的に、その、このパイロットが乗ってる、このエントリープラグっていうのをポキッと折っちゃうっていうね。うん、そうなんです。その中からこう、友達が、の、まあ、死体なんか、まあ、あれは死んでなかったかな、うん、テレビでは。そうですね。見て、わーってなって、続くって。そうそうそう。そういうエピソード。そうそう。わー！そうっすか。これも。海水浴ですか？まあ、せっかくため池ですよね、多分、この広さで言うと、ね。ちゃいますよ。じゃこれ、わかんないですよ。これだって、わかりますこれ。え、わかる？地球の衛星軌道上から、平べったい人が、うわ落ちてくるんですよ。ああ。で、それをエヴァで支えるっていう。あ、これエヴァなの？そうなんです、ね。この人だと思ってたやつ、エヴァだったんですね。そうです。ああ、そうですね、エヴァで、ヤッホーにしか見えないいや、じゃあ、まず、シンジがバーってやったら、手やついてやついってなって、で、残りの二人が、私もってなって、最後、なんか、アスカがナイフ刺して倒すっていう、この、その順番。シンジを刺したらです。裏切り者じゃないですか。そういうエピソードですよ。わかるでしょ、それで。まあ、わかりました、わかりました。まあ、そんな感じでね、もう、コナンって、もう一般の人で、僕たちもそうでしたよ。みんなそう思ったでしょ、はい、そうですね。納得いかへんと。うん、なって、2年後、1年後か、映画できたんですよ。そうです。それがですね、何やったかな、なんか、使徒新生っていう映画がまず最初できて、うんはい、24話ぐらいまでの総集編になって、はい、本当はそれで完結するつもりだったんやけど、うん、間に合うへん、みたいな話になって、うん、またその次に、なんかエア、真心を君っていう、ね、この二本立ての映画ができて、うんうん、それで、このおめでとうって言ってた、その回を、ちゃんと焼き、増します、焼き直しますよ、できたんですね、はいはいはい。で、それの、まあ、まず、そう、映画劇場版のストーリー、これで完結するんですけど、それのストーリーなんですけど、まず、ゼーレって呼ばれる、まあ、ゼーレがまずわからないな。そうですね。なんかようわからん機械。スカイプですよ。スカイプでチャットしてる人。まあまあ、そうやね。サウンドオンリーなんですよ。そうそうそう。喋るとき、モノリスみたいなのがあってね。で、そいつらが、そのエヴァンゲリオンを保有している、もうネルフもういらん言うんですよ。で、そのゼーレが国連軍とか率いて、ネルフを襲撃しに来るんですよね。で、その中でもうみんながバーって死んでいく中、その怒り言動っていうシンジキンのね、うん、お父さんおったじゃないですか。うん、そうですね。知らないですか？なんかメガネかけて、なんか、お父さんおりますか。あいつが、人類奉還計画を進めるぞっていうのと、
まあ、全く同時に話が進行していくんですよ。ほんで、まあ、なんやかんやあって。なんやかんやあって。寝る寝る寝る。てれてれじゃないですよ、これ。なんやかんやあって、最後は、あの気持ち悪い。もう全然わからへん。なんなん気持ち悪い。気持ち悪い。これ間違ったこと言ってないですよ。そうそうなんですよ。間違ったこと言ってないんですけど。正直、これもめっちゃリアルや。再現率バリ高いですよ、これ。これなんなんこれ。あやなみ。ここだけピカソやし。これあの月に血がバーってついてんの。そう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 。これ月に血が、あやなみ、これあやなみな、これ。でっかい。このサイズこれな、でっかいね。はい、でっかいアラミが首バーっていって血がバーって出て月にピャーってつくね。月についてんのこれ血が。月にピャーついてるわけです。で、気持ち悪いって言われる。僕なで、なんか、シンジキンは、はい、シンジキンとアスカだけが最後残んねん。はいはい、なぜかシンジキンは首を絞めようとするね、アスカの。そうそうそう。で、アスカがそれに気づいて気持ち悪いって言って終わんねん。っていう話です。そうですね。間違ってないですよね。そうです。マジでこういう話やからね。ちょっと僕の似顔絵っぽくなってるところがちょっと気持ち悪いっていうことがちょっと刺さるんですけど、ね。ちなみに、まあ、なんやかんやのところがちょっと気になってると思うんで。はい、はい。まあ、これも説明しておきますと。そうですね。まず、あやなみレイがむちゃくちゃでかくなります。なんか知らんけど。で、なんやったらこの絵に描くめんどくさかったか書いてないですけど、はい、たくさんのあやなみレイがいっぱい出てくるんですよ、まあ。それが、ネルフのいろんな人のところに行ったら、みんながスープになっていくんですね。プチュプチュって。それを示してるのはこの絵、スープに、プチュプチュって。うん。プチュプチュ。綾波が、ファーってきたら、プチュって、スープになっていくんです。これ、まさにこれですね。それ、これなんですよ。はいはいはい。それを表しているんですね。で、最終的に世界はこうなって終わる。気持ち悪い。どう？わかった。話わかった。危機快快なアニメなんですね。まあね、結局、その、何が言いたいかっていうと、未だにエヴァンゲリオンの面白さなんてわからないってことなんですね。そうですね。エヴァンゲリオンめっちゃ話題になってるじゃないですか。うん、なら、周りのエヴァンゲリオンを知ってる、まあアニメオタクっていうかアニメ好き、例えば、新崎君アニメ好きやってね、あ、アニメ好きっすよ。エヴァンゲリオンって聞いたことあんねんけど、うん、あれ何がおもろいのって聞いたときに何て答えてますか、うんうん、まあそうですね。なんか斬新。そうでしょ。もうそんな表現しかないんですよ、実際問題。で、これを、なんかすごいサブカル文化論好きな人とかは、なんかあだこうだって言いますけど、うん、でもそれはあくまで、その作品が時代にあった中で、どういう位置にあったかっていう話をしてるだけの話で、うん、エヴァンゲリオンの面白さって何なの？エヴァンゲリオンって何なのってなったら、うん、僕たちはこれしか言えないんですよ。そうです。僕ね、だから、兄貴がすごい好きだったんですよ、うん。で、ちょっとだけ見たことがあって、うん、何一つ面白くなくて見なかったんですよ。あ、はい、いいこと言った今。面白さが分からなかったってことでしょ。面白いとこあるんですかあれ。それをね、そう、だから結局ね、じゃあエヴァンゲリオン何が面白かったのってことを、今回ちょっと検証したいんですね。これいいですね。これいいですね。狭くて浅いやつ。あ、セカンドインパクトや。セカンドインパクトや。来週もサービス。サービスちゃうよ。じゃあ、面白さをぜひ。そう、結局ね、じゃあ僕たち一般市民ができる面白さの解釈っていうのは何かっていうと、はい、うん、エヴァンゲリオンなんかもう10年ぐらい前なわけじゃないですか。そうですね。今心に残っているものって何？エヴァンゲリオンを思い返した時に心に残っているエピソードとかシーンって何なのっていうことを考えたら、うん、面白さにたどり着けるんじゃないかと思ってですね、僕はまあ3つのエピソードを、まあ書いてきたんですけど、結局これもね、さっきスケッチブックで言ってたのと一緒です。まず1つ目はですね、はい、ヤシマ作戦ですよ。なぜここのシーンかっていうと、うん、もう日本中の電力が、この首都圏に集められるのを、ちょっと笹山さんに見てほしくてプリントアウトしてきただけの話です。おー。もうね、作戦の規模がね、でかすぎるんですよ。そうそうそう。もう、ラミエルっていうさっきの四角い敵を倒すがためだけに、日本中の電力をエヴァンゲリオンの持つライフルに充電するために全部停電するんですよ。はいはいはい、はい。このスケール感のでかさは当時見た時に僕はびっくりしましたね。で、やっぱその、ヤシマ作戦っていうのは今でも有名で、うん、なんか、ヤシマ作戦行ったら、そうってなるし、そうそう。なんか、震災の時とかも、そんなごっかそうやったじゃないですか、ヤシマ作戦言ってましたね。それぐらい、まあ、インパクトがでかかったっていう作戦なんですよ。うん、そのスケール感が出したくて、これを、まあ、プリントアウトしてきたんですけど、単なる点でしかない。セーザーみたいな。そうですね。なんか、いまいちちょっと失敗しましたね。うん、で、まあ、これはもう一つがですね、結局スケッチブックに書いたことなんですけど、まあ、その、
でっかい人が落ちてきたっていう。これですよ、僕の絵描いた絵。さっき僕が描いた絵これです。わかるでしょ？めっちゃそっくりじゃないですか、これ。ね。オリンピックみたいなね。みんなで、みんなで重量上げみたいな感じね。コメントしにくい感じ。これも結局ね、何がインパクトに残ったかっていうとね、はいはい、衛星軌道上からっていう、まず、そんなとこから攻撃を仕掛けてくるんですよ。そうですね。で最初はこいつ、まあ、自分のなんか手下みたいなやつをちっちゃくピョンピョンって爆弾みたいなの落としてくれるんですけど、はいはいはい、それではもうなんかいても立っても連絡なくなったから、自分突撃するっていう感じだったんですね。うんうん、こいつが結構でかいんですよ、はいはいはい、ほんと。そんなでかいやつが宇宙の体から落ちてくるっていう、うんうん、そのスケール感のでかさに僕は、エヴァもでかいんですよね。エヴァも大概でかい、ね。エヴァでかいですね。まあ、厳密には何メートルって実は決まってないですけどね、これ。まあ、まあ、ガンダム的なノリでいいんですよね。ノリ的には。あの、シーンによって、人が乗ってでかいみたいな。ビルよりもちっちゃかったら大きかったりするんで、演出を優先してるところがあるんでね。でも、大概でかいやつが、もう、クッと出てくるっていう、その攻撃方法が僕はすごい印象に残ってるんですね。で最後、さっきも言いましたけど、綾波が超でけえっていう。そうですね。これ地球なんですよ。地球に。地球のこのスケールに比べて綾波コンなんですね。あ、これが地ってこと？はい、先ほど。ピューって、ね、首がピュッと切れてピューって出てますね、これ。で、まあ結論も言っちゃいますと、皆さんもお気づきでしょうけど、エヴァの面白さっていうのは何かっていうと、大きなところです。そうですね。大きい。大きなところ。あ、大きいですね。それがね、まあ、あ、なるほどね。結論なんじゃないかなと思って。だから、スケールから何から大きいと。皆さんも、エヴァンゲリオンって何が面白いのってみんな人に聞かれたら、いや、大きなところですと。言ったらいいんですよ。それが面白さですからね。だって、覚えてるのここだもん。実際、皆さんも似たようなもんやと思いますよ。印象残ってるとこって。大きなところが印象残ってるはず。そうでしょ、うん、まあ、僕もね、やっぱカオルくんが握りつぶされるとことかも、印象残ってますけど、やっぱエヴァって大きいなって思いますね。エヴァ大きい。握り潰せんねや、大きいな、みたいなね。笹山さんもね、大きさをもっと感じられたら、うん、その、お兄さんに見せられた時面白がってると思うんですけど、多分そこを見たところが大きくなかったんだと思うんですよ。そうですね。それはそうかもしれない。そう。うん、ちっちゃいとこ見てた。序盤やったからね。ちっちゃいとこでしょ。やっぱ大きなとこ見ないとね、エヴァの良さってわからないんですね。まあ、てな感じで、まあ、エヴァンゲリオンの面白さは何ぞやっていうのを、まあ、せめて浅い奴らなりに結論づけると、まあ、大きなところっていうのが、大きなところね。今回のトークテーマの結論ということで、いいんじゃないかなと。なるほど。なるほどね。なるほど、なるほど。てな感じですよ。どうすか、皆さん。いいじゃないですか、これね。使ってくださいね、明日から。でも確かにね、こう、説明できなかったと思うからね。だってね、考えてくださいよ。新劇場版見た人います、今。は、上、はーってやってますけど。あんまりいないですか。ヤシマ作戦、新劇場版で再現されてるし、この人も新劇場版出てきたんですよ。大きなとこ絶対出てきてるんですよ。なるほどね。リメイクしてるところにね。カットされてない。絶対これも出てくるでしょ、最終的に。そうですね。やっぱり、その、今の、そのスタッフたちが、エヴァンゲリオンの面白さって何やろうなって、もう一回考え直さなあかんわ、つって、うんうん。新劇場版作るんだってってなった時に、結果でっかいところ扱ったわけやから。そうですね。大きなところですよね。もっと大きいの出てくるかもしれないですね。そうそう。下手したら。そうです、ね。もうなんかもう、でかすぎて分からへんみたいな。そうです、そうです。画面いっぱいに何かみたいな。まあ、ほんとね、間違ってないんじゃないかなって思いますよ、この、ね、この論理。うん、うん。まあ、そんな感じで、まあ、今日はその話ができたから、まあ、満足？あ、もう満足しちゃう。まあ、感じなんですけど、まあ、ただ、それで終わると面白くないから、ちょっとね、とりあえず話はここで一旦終了ということで、お遊びをしましょう。やったー、遊ぶぞー。だから納得してなさそうですけど。納得というか、まあ、まあ、大きいところなんやな。そうです、そうです。そうですよ。何も間違ってない。納得はできないんでしょうね、多分。大きいところが面白いアニメなんですね。違います。大きなところが面白いんじゃなくて、面白、エヴァの面白いところってなんて切られたら大きなところなんです。え、だから俺は、見るときは、大きなところを見る。まあ、1話から全部見てたら、大きなところにはいずれたどり着きますけどね。ただ部分で見るんやったら、あらかじめその、知ってる人に、はいはい、大きなところって何話って。聞いた方がいいと思う。俺それでこいつ頭おかしいんじゃんかって思わない。いや、わかりますよ。絶対、エヴァンゲリオン知ってる人は、大きなところって何話って聞かれた、はいはい、ラミエルとか、ヤシマ作戦とか、ね。なんかまあ、ぜひ使ってほしいなと。まあ、その話はまあ、人だらけついでですね、とりあえず遊びとしましてですね、うんうん、ちょっと告知会でも言いましたけど、告知会言ってないんか、LOT の、
イベント告知のところだったかな。今回はですね、ちょっとエヴァンゲリオンの女性キャラクターを使った、占いを僕考えてきましたので。うん、強すぎる。おぉ、まあ、沢田リア、深夜ペッチーノ先生の。沢田リア、深夜ペッチーノ誰深夜ペッチーノって何なんですかエヴァンゲリオン女性キャラクターで、あなたの恋愛観を占ってみようのコーナー。イェーイ。まあ、そういう遊びをしてね、まあ、終わりにしたいかなと思います。どうでしょう、これ女性なんですか？まずここにですね、8人の女性キャラクターがいるんですけど、はいはい、それに対する、全然もう、そのキャラクターを選んだ結果が、このネルムカードに、ね、はいはい、書かれたりします。すー、クオリティ高いな今回も。今回もね、用意してきました。すごいな。まあ、サザヤマさんと篠崎くんに一人ずつ、好みの女性キャラクターを選んでもらってですね、はいはい、その答えをまあ僕が読んでいこうかなと思いますんで、どっちからいきますか、どっちか。そうそう、僕わからないんですけど、別にいいんですかそれは。佐々山さんからいきます。じゃあどうぞ。僕メガネキャラが好きなんで。これ巻浪マリイラストリアスですか。はい、これ進撃劇、なんて？巻浪マリイラストリアスですね。もう一回言ってみて。巻浪マリイラストリアス。名前長いですね。ちょっと長いですね。いい意味で噛みそうなのかね。じゃあ佐々山さんはその巻浪マリイラストリアス。はい。巻浪。なんか見た目の話でいいんですか。いいですよ。巻浪マリイラストリアスを選んだあなたは、ババン。はい。メガネ好きだという理由だけで選んだあなた。完全に俺じゃない。見透かされてる。見透かされてる。おそらくこれから性行為に及ぶような状況の時ですら、あ、メガネはかけたままでというリクエストをしてしまうはずです。あなたは、メガネに執着を持っているだけで、決して彼女の内面や本質に触れようとはしていません。なるほど。内面より外見、本質より表層、それがあなたを錯覚させています。おそろそろあなた自身の色眼鏡を外してみてはいませんか。うまいこと言いたいだけやん。さあさあ。ドヤ顔。見てあのドヤ顔。ドヤ言うたったで、みたいな。どうですか、でも当たってるんじゃないですかね。サワダリア、シンジャプッチ。まあまあ、確かにね、見てやってください、彼女。知らないですからね。何一つ知らないですから、ね。見てください、進撃場は見てください、彼女の内面を。まあ、見てもよくわかんないですけど。メガネ外したら誰やお前ってなるわけ。なりますしね。ねえ。まだこいつの内面何も描かれてないからね。ねえ。まあ、でも、佐々山さんも表層じゃなくてね、色メガネを外してみませんか、外してみませんかと。あらら。考えてみます。暴かれちゃった。ペッチーノ先生が言うことなら考えてみます。そうですね、ペッチーノ。沢田リアペッチーノ先生ね。怖いなぁ、これ。じゃあ、新崎くん。あ、怖っ。あ、僕はですね、やっぱりね、やっぱサブなキャラは僕結構好きでね。で、やっぱルックスも選ぶとすると、はい、伊吹まや。ああ。やっぱね。伊吹まやの人。これ誰なん？伊吹まやね、ネルフに勤めてる人です。オペレーターですね。オペレーターですね。その主人公格じゃない脇役の脇役ぐらいの。パターン青、使徒ですとか言う人ですね。敵が来たら一時変更をしてくれる。そうですね。まあそういう、ちょっとサブキャラなんですけど、欠かせない。会場にもいませんが、伊吹まや好きっていないか。あ、いないね。じゃあ、結構、コアなところを行ったんですかね、僕は。なるほどね。いやー、まあまあ、まあ、なぜ可愛いですからね。じゃあ、はい。はい。伊吹まや。真面目で潔癖な彼女を選んだあなた。お。あなたも真面目で潔癖な人なのでしょう。あしかし残念。はい。彼女はレズです。お。まあそうです。あなたに振り向くことは一生ないでしょう。はい。自分の手に入らないものを執拗に追い求めてしまうあなたは、一見、夢を追いかけていたり、向上心があったり、はい、何かしら前向きな人のように見られがちで、はい、自分でもそう思っている節があるはずです。でも、本質的なところでは単なるマゾヒストです。振り向かれなくとも、俺はあの子を愛す、などと、対外的に見た時の人間関係に満足していないで、自分一人で遊べるマゾプレイをいろいろ試してみては。え、最終的にはプレイの話なんですか？要はこの子を好きやというその行為自体がですね、はいはい、外に向けてのポーズしかないんじゃないかっていうね。だって彼女レズだもん。まあまあそうですけど。そうなんですか？レズなんです。赤木律子先生をすごく好きなんですよね。なのでまあ僕には振り向いてくれないですけど、でもやっぱりね、まあ彼女言ってることで一緒ですよ、だから。書かれてる内容と同じことを俺は言おうとしている。どうですか、当たってるんじゃないですか、これね。まあ、そうですね。まあまあ答えとしては、一人で遊べるマゾプレイをいろいろ試してみては。そうですね、自分で。死んだ金ストリームでいいんじゃないですか。そうですね。あ、なるほど。ええーね、まさにさっきの時間だったから、ね。ちょっと見つけました、僕。はい。そんな感じで占い、他にもね、6人ともありますよ。
じゃあ会場の皆様で誰かこれはっていう人選んでくれたら。お。え？カズラギミサトさん。あ、ミサトさん来ましたか。サービスサービスで。カズラギミサトさんは、まあ司令官みたいな人ですね。そうですね。合ってます。わかりますよ。もうだいぶ興味がない感じ。ペンギンの人でした。ああ、知ってるじゃないですか。ペンギンだった人ね。わかりますよ。カズラギミサトさんを選んだあなた。お。ザックバランな性格、うん、それでいて自立している、うん、行動力があり面倒見がいい、うん、そんな彼女を選んだあなたは、年上のお姉さんが好きなタイプかしら、うふ。あれどうしたどうしたか書いてあるから。いや、書いてあるから。書いてある。ベッチーニ先生でしょ、ね、これ。深夜ベッチーニの先生が書いたからね。はい。しかしその本質は、手がかからない女性を欲している。面倒くさがりな自分の世話をして欲しいなど、自堕落な性格が見え隠れします。過去に一度は母親に、私はあんたの次女でも何でもないわ、と言われたことがあるのではないでしょうか。この手のタイプの女性は自分で何でも決定できる強さを持っているので、知らない間に振られていたとならないように注意しましょう。ああ、なるほどね。どうですか。こう、年上のお姉さんが好きというのは実は、うん、のことを面倒を見てほしいという心のあるんじゃないかっていうね。あらまあ。ペッティの先生の。まあ、思えたらほしいありますか。すごいこう。もうせっかくやから他にもいろいろあるよ。なんか、ないですか誰か、裏っていただきたいと。川崎さんとかどうですか。僕もね、ちゃんと3位なんですけど。そうですか。でもちょっと、綾波レイを好きな人はどんな人なのか気になる。そうですね。なんか、変に自分が俺これとか言って、うん、変なこと言われたら、うわーってなるから、僕はもうこっそりで秘密裏に、まぁ、淳平さんだけがちょっとなんか、いけにえになったような感じで。まあ、言わんかったよ、私。ほんまや。ほんまや。名前出してもう。あやなみれを選んだあなた。控えめでおとなしめの彼女を選んだあなた。目立つことを嫌い、好きな女性とは落ち着いた、ひっそりとした、ひっそりとした愛を育みたいと思っているのでしょう。うん、というのは表面上の話。彼女のように世間連れを起こしている女性が好きなあなたは、女性を自分の価値観で染め上げ、支配したいと考えているかもしれません。その本質は寂しさであり、対象の女性の心の拠り所を自分だけにしておけば、自分が裏切られることがないからです。たまには彼女の心の奥底をちゃんと感じ取ってあげることもしてあげましょう。なるほどね。深くないですか？深、深い。まあ、要は、何も知らんすよ、アナミレって人造人間やからね。うんうん。あ、そうなんですか？そうなんですよ。で、物語上でも彼女は、うん、その、怒り言動と、シンジ君しか心開かないですね。うん、はいはいはい。で、まあ、キャラクター的にはなんか大人しそうな感じになるけど、要は何も知らへん子なんですよ。うん。なので、自分の価値観で染めようと思ったら、染めることが可能なんですね。ってことはあなた思ってないですかって言うんですね。女性を自分の価値観で染め上げようとしてるだけじゃないんですかっていう、ペッティーノ先生の言葉。なるほど。何でも思い通りできるやつが欲しいんちゃーん、みたいな。そうです。本当に彼女愛してるんですかっていう。ああ、なるほどね。まあね、他に次々行きましょうか。なんかもう、死んだ君に順番適当に決めてください。アスカ。アスカ。アスカ僕、アスカがね、最初めちゃくちゃ好きだったんですよ、うん。気の強い彼女を選んだあなたは普段からツンデレが大好きなのでしょうか。普段は見せないデレの部分を自分だけに見せてくれる瞬間に幸せを感じたりしますか、うん、そうだとすると、もしかしたら相当エスキ質が強い人かもしれませんね。ツンデレに振り回されているのを子供、ツンデレに振り回されているのを好むのは、うん、M 気質の人間だと思われているかもしれませんが、本当は彼女が出れた瞬間に自分の優位性を感じ、うん、恋愛というゲームに勝利した感覚を感じている S 気質なのです。あら。注意しないといけないのは S 気質が強すぎると、時として彼女は二人の関係性に不安を感じ、うん、あまりにストレス感に置かれた女性はそのうちメンヘラ化してしまいます。あら。世界の終焉に気持ち悪いと言われないように注意しましょう。まあそうですね。真実にならないようにね。あら、まあ、僕でも M でもあるしね。大丈夫ですよ。あと、リツコさん。あ、リツコさん。一見自立しているように見える彼女。しかしその心根の部分では常に様々な葛藤があり不安定、うん。そんな彼女を好きなあなたは、表面上は相手の不安定な部分を自分が支えてあげたい気持ちを持っている優しい人なのかもしれません。しかしその実、壊れそうなものが好きで、下手すれば相手と共に自滅の道を選んで望んでいたりする破滅願望なる人なのかもしれません。うん、一度手を出せば最後、割り切れる関係になれなければ、どこまでもズルズルドロドロした女性関係を続けてしまいかねません。既婚者やあまりにも立場の違う女性を好きになることは、意識的に避けましょう。
あとあなたは白衣フェチですね。その注釈いりましたその注釈いりましたか今。いや、当たってるんじゃないですか、ね、まあそうですけど。まあ確かにね。ああ、リツコさんはそうか。そうですね。あとまあ、カオルとヒカリは、まあさらっと行くとですね。カオルを選んだ人はですね。カオルだから、女性を選べと言っているのに彼を選んでしまうあなたは、クラスでもお調子者のタイプかな？もしくは空気を読めずに場を凍らせてしまう人？なんで僕見るんですか？僕。もしくは単にホモです。まあ確かに、僕ね、これ見たときに、一遍ちょっと、カオル選んでみたろうかなっていうことがあったんですよ。それやん、もう。ただ、お調子者です。ただやっぱりちゃんとね、ここを選んどいたらいいかなと思って。そうか。僕、ちょっとそういうとこあったな。まあ、最後、ホラギヒカリ。年相応な性格である彼女を選んだあなたは、まあ、普通って書いてます。あ、よかった、俺選ばんで、なんか、なんかよかった。はい。僕、ちょっと選びそうで、まあ、どれ選ぶねんって話なんですけど、ねえ、なるほど。てか、最後雑くないですか最後雑くない。いや、全然当たってるじゃないですか。まあ、普通ですよ。ベッティーノさん疲れたんですかね最後だけ一行ですよ。いや、そんなことないです。その、ちゃんとやりましょう。それぞれ分析で。8年、8年でもちゃんとやります。まあ、そんな感じで遊びとしてね、はいはい、エヴァンゲリオンの女性で恋愛感を感じようのコーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ペッキーの先生、さすがですよ。まあね、これ、まあ、最後ね、前回ワンピースの時もやりましたけど、最後みんなで絵描いて終わろうかっていう。ああ、なるほどね。あれ画用紙あ、それですね。とりあえず、今回のお題何しましょうかね。前回は、うん、食べたい悪魔の耳とかです。ああ、そうですね。で今回はじゃあ、あ、そうだ、俺考えてたな、そのネタを。え？お題考えてました。お題考えてました。はい。実は、カオルくんは、最後の人ではなかったです。うん、実は、もう一人最後の人いました。それはどんな人ですかっていう。なるほど。まあ、最終人、ね。はい。書いて、終わりにしようかな。何書いたらいいんですか最後の人です。敵ですか最後の人です。わかりました。わからない。最後の人。まあ、ささっと書いて終わりにしましょうかね。これ絵も好きですよね。まあ、絵でも文字でもいいんじゃないですか。あ、わかりました。じゃあ。まあ、基本的に人っていうのは、何やろね、目的がわかんないんですよ。はい、はい。なんか、何しに来てんのか。ただまあ、終焉、人類で終焉をもたらそうとしている存在かなっていうのがあるんで、まあ多分僕としても簡単に考えて、まあみんな嫌がるような終焉を迎えたいかなっていうので、もう最後の人としてはもう、はいって僕さっき言いますけど、はい、月曜日ですね。あなるほどね。月曜日が最後の人です。はいはい。月曜日。まあ確かにね、怖いですけど、月曜日来るのが。どうしよう、何も思いますか。じゃあ僕、じゃあ行きますよ。じゃあ僕の最終人はこれです。振り返れば奴がいる。振り返れば奴がいるです。最終人がいたわけですね、振り返ればね。なるほど。殴りに行こうかと。クソ、原田さん。もうないかな。最後の人ですよ。そうですね。今、A じゃなかったんですね。ん ?A じゃなくていいんですか ?A でもいいですよ。いや、A って言われたんで、今。ああ、はいはい。A じゃなくてもいいですよ。ボケがいいですね。ボケ、ボケ。そうですね。ちょっとね、A が思い浮かばなかったですね、A がね。まあ、ただ何も出てこないですけど。それでいいと思う。最後の人でしょう。まあ、もうこれで最後にしましょうか。もうこれで納得するでしょう。はい、最後の人これです。ちょっとさ、さっきまで局部隠してましたやん。もう出てますやん、もう。大きいですね。大きいですね。顔がね。顔が大きい。パターン、青、変態です。てん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 。確かにこいつ出てきたらもう多分地球は終わりですよね、もう。ネルフどころか警察で処理されてる。はい、そんな感じで狭くてあさつらはね、ここまでお開きにしようと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。
はい、というわけで、エヴァンゲリオンの面白さは、大きなところというわけでね。はい。まあ、明日からも皆さん使っていただければいいかなと思います。大きなところ。よくこうね、聞き直してると、よくこんなしょうもないことを大々的に言えたなと、我ながら思いますね。ものすごい押してましたけど。あの場所だからこそできるみんなでの遊びということで、はい。何気にイベント終了後も押してますよね。まあ、あれですよ。この配信はきっとね、いつになるやら、やですけど、はい、今月の17日にはですね、はい。エヴァンゲリオン新劇場版Qが公開されるっていうことで、うんうんうん、で、それにかっこつけてテレビでも、ジョト派を放映するらしいですよね。なるっぽいですね。はい。おそらくそれに合わせて、間に合わせるように僕はこれを配信すると思ってるんで、うんうんうん、もしこれをその放映前に聞いた方がいらっしゃいましたらですね、うん、ぜひこうテレビで放映される新劇場版の大きなところを確認していただきたいなと。はい、そうですね。はい、テレビ版のですね、大きなところはですね、新劇場版にもちゃんと反映されてるんですよね。うんうん。はい、それをちょっと確認していただきたいなと思います。はい。はい、では次回はだらしないよう決定戦の模様をお届けします。はい。